どうも皆さんこんにちは、起業家や経営者の方の集客のお手伝いをしています、具志堅浩二と申します。今日は、八重瀬町紅葉高校の近くにあるゆくいどころなっちゃんっていうところに来てます。そこのオーナーの結城さんです。自己紹介を紅葉高校前バス停前でお好み焼きとコーヒー、まあ、お好みカフェレストランみたいなのをやってます。あと菓子、駄菓子なんかも置いてますね。うん、まあ、最初にちょっと、ね、お好み焼きと店内見てもらいましょうね。お好み焼きはこういう感じで、さっき作ってもらったんですけど、かなり美味しそうです。ちょっとゆきさんですか。インテリアも私個人的に大好きで、あとこのメニュー見てもらったら分かるんですけど、すごいお値段もリーズナブルで美味しそうなのいっぱいあります。で、今お話しされたこの駄菓子ですね、結構懐かしいレトロなお菓子とかもあったりしますよ。で、Wi-Fi も飛んでますし、パソコンも自由に使えるんで、それも魅力ですよね。ああ、なるほど。なるほど。そうそうそう。これ後ろスクリーンになってるんですけれども、これもありますし、こうやってプロジェクターもあります。プロジェクターがあるってことは試写会とかもできるんですか。そうですね、あと試乗会議とか、 お客さんとの商談なんかにも使えるの、あと結婚式の余興の打ち合わせとか、はい、そういうふうなのに使ってもらったりしてます。あ、なるほど。あとレンタカーの受け渡しとか、はい、保険の説明とか、はい、生命保険の説明とか、そういうので借りる人もいます。はい、いいですね。でしかも俺が知ってる限りでは、この辺、この八重洲町 この国道近辺でこういったカフェってあまりないですよね。そうですね、ここだけしか多分ないですね。はい、うん、そうですね、もうここじゃなかったら結構遠いところ、うん、なんだろう、那覇寄りのとことかになっちゃいますよね。うん、まあ、そういった意味でもこの場所的にも魅力だと思います。そうですね、やっぱ南部の方ですよね、おすすめは。はい、南部の方だったり、まあ、この辺にサーフィンに来たり、まあ、結構この辺いろんな魅力的なところがあって、自然豊かなところなんで、まあ、ドライブがてら来るのもいいと思います。それとあとはそうですね、このどんなお客さんが多いんですか。土曜日日曜日天気のいい時はツーリング自転車、この辺りなんか自転車のコースみたいにして、はい、してる人が多いので、タイヤの空気、はい、どのタイプのノズルでも合う空気入れとか用意してて、はい、あと冷水の補給とかなんかもしてあります。そうですね、ツーリングをしてる人たちの中では割と有名らしいです。いいですね。あとはどんな人が。あとはね、コンピューターで困ってて相談できないかなっていうので、うん、お助けをやってます。主にニーズが高いのはパソコンのダイエットと称してるんですけど、うん、
非常に重くなってもう固まって動かなくなっちゃったとか、そういうパソコンを中身であげて、ソフトウェアの掃除をしたりとか調整とかをして、快適に動くようにしてお返しするとか、もともとボランティアというか無料でやってたんですけど、無料だとちょっと頼みにくいなんて言われて 有料化してますけど、そんなにがっつりそれで儲けようとか思ってるわけじゃないので、そういうこともやってます。あと古いパソコン、Windows XP とか Vista とかそういうパソコンに、オープンソースのソフトウェアで武装して、再利用するお手伝いをしてます。パソコン重くなって困ってるって人結構ね、いらっしゃいますよね。その人たちが一番多いですね、困ってるなるほど。それはいいんじゃないですか。まあでも、なんていうか、そういったね、特殊なものを扱えるってことは、もしかしたらその他では良くならなかったけど、ここでは治るってこともあったりするんですか？は。ある種の、本人に了解を得てどうなってもいいとかいうのがあれば、もう徹底的にいじくりますんでね、業者と違うのがそこかな。あと、ほとんどのコンピューターって壊れてないんですよ、実際は。だからそこをどうかしてあげるっていう。まあちょっとやるだけで治ったりするのもあるってことですそうです、ね。そうです。あと時間をかけて、探るとかもするんですけど、まあ、個人情報にかなり深く入り込んでしまうので、詳しくは説明しないんですけどね。あと完全にデータを消去して、廃棄したいとかいうことで思ってくる人もいます。それはもう見てる前で本当に物理破壊をして。それは安心ですよね、もうそのまま破壊するのも。お店もこうやって素敵な環境でネットも使えて、パソコンのことも相談できて、で、あとは、何かあります？なんていうか、こっち工業高校近いじゃないですか。子供たちとかも来るんですか？彼らはやっぱり受験がもう前提なので、まあ僕も彼らを目論んでたんですけど、ほとんどお客さんではないですね。まあ時折暑い日にアイス菓子を買って、まあここで雑談をして帰る程度の人たちまあでもアイスとかお菓子があるってことは、じゃあ例えば、まあ、南部に遊びに来たり、まあ、今この平和記念公園とか、ね、遊具ができたりするじゃないですか。ひまわりが見れたりとか、こういったこの時にこの食事に来たりとか、お子さん連れてきてもいいそうわでけすですよね。ね。お子さんを連れてこられたら割とゆっくり食事ができると思います。普通のレストランで、ね、自分の子がちっちゃくてカチャ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 してると、なんかね、食べにくいですよね。お客さんも困るけども、本人もね困るんだけど、ここはまあ2家族が入ったらもう目いっぱいになってしまうので、ゆっくりできるし、あと2歳ぐらいまでだったり椅子も用意してるのと、あとおっぱいルームもあるんで、あるんですか？あとチェンジデスク、おむつ替えもできるようにしてますから。すごい。そういうのもあるんですね。いや、じゃあもう本当に何ていうか、子育てしてるお母さんにとってはゆっくりどころですね。ゆっくりどころなっちゃんで検索してくださいね。詳しくは Facebook とか YouTube のに自分が文字ベースでリンクも貼って、なっちゃんの紹介しますんで、検索してください。あとはこの辺って何かあります？ここはね、ないんですよ。この先、東側へ
行くと玉泉洞にアクセスできるので、西川には姫百合野と、まあ、そういうのそのここを必ず通らないとそこへ行けないっていう道路ではないのでね、うん、だからここかをベースにしてどこかへ行くっていうことはできないです、うん、ただあの外国人の中では、うん、多分あの SNS で、拡散してると思うんですけど、うん、このバス停は高校のために工業高校のためにできているバス停なので、はい、乗り換えができるんですよ、はい、だから、糸満方面から来たりとか那覇方面から来たりとかという時はここで乗り換えができるので、うん、それでいう面で便利だし、実際にお客さんもあのバックパッカーのお客さんとか、うん、まあ、あのバスを使うので、はい、ここでちょっとゆっくりして、あ、でなんか、外国の言葉あのでこう紹介されてる記事とか、うん、見たことがあるんで、ああそうやって広がってんだななんて。なるほど、いいですね。俺は個人的にはですけど、例えば、こっち何でしたっけ、テーマパーク、何沖縄でしたっけ、沖縄ワールド、あ沖縄ワールド、玉泉洞、玉泉洞、沖縄ワールドとか、まあ、あのなんていうかこう観光施設であの食事しようと思ったら高かったり、そもそも食事するとこがなかったりするんで、本当この辺食べるとこあったら助かるんですよ。あとコーヒー一杯でも結構ね、あの南部の国道のドライブって長いじゃないですか、コンビニも少ないしそういう面では、まあ、俺は個人的には本当におすすめです。じゃあどうしようかな、そうですね、まあ、こんなもんですかね、うん、あと、うん、ここはお酒も飲めます。あの、あ、はい、居酒屋さんでは飲めないのを集中的に揃えてます。あ、なんかホッピーとか書いてますよね、ホッピー、まあ最近ホッピー沖縄でもね、はい、最近、うん、やられたみたいなあと日本酒も珍しい日本酒とか、あ、はい、スピリッツ類を中心に、うん、あと飲み方、はい、オンザロック、水割り、ソーダ、フィズ、フラッペ、まあそれぞれ、うん、お好きなようにということで出してます、はい、あとあの持ち込み OK なんです。あ、持ち込み OK なんですか。あの、ここに、ね、なっちゃんに置いてないビール、どうしてもビールを飲みたいんだっていうんであれば、はい、ここから70メートル先にコンビニがあるので、はい、そこで、はい、もう持ってきて、もう本当になんていうか、まあ、え、何時から飲めるんですか、酒類。いや、もう何時でもいいですよそれそうですか、はい、え、じゃあ運転手じゃないなければ昼間からでも飲めるわけですね。あとコーヒーは本気でやってるので、はい、今最近のあの甘ったるいコーヒーとかそんなんではなくて、はい、ストレートコーヒー大体の揃えてます。で、うん、全てハンドドリップで出してます。あ、はい、そういえば結構種類ありますよね、はい、グアテマラ、コロンビアとかね、そうですね、モカ、マンデリン、キリマンゼロ、あの豆売りも知ってるし、はい、あとモカに関しては、うん、昔はもうモカまたりが当たり前だったんだけども、うん、このイエメンが産地で、はい、ここが情勢が悪くて、はい、輸入安定供給できないんで、うん、今モカレケンプティっていうのが、うん、モカの代名詞になってるんですけども、はい、本来はモカまたりなんですよね。それでこのモカまたりを僕はまあ優先的にもらってるので、うん、なっちゃんが来ればモカまたりの豆をお分けすることができます。モカまたりってなんかコーヒールンバの歌の歌詞に、そうですそうです、モカまたりってやつですか、はい、前はねすごくポピュラーだったんですけど、ね、はい、今はなかなか入手できないんですよ。そうなんですね。いやーね、貴重な日本酒があったりそういったものもあったりとか、うん、いろいろ面白いですよね。あ、うん、なんか、ね、裸のラジオとか手作りのラジオですかあれ。うん、あ、そうです。あれはゲルマニウムラジオって。ゲルマニウムラジオとか、ペーパークラフトで加盟とかあったりですよね。ちょっとペーパークラフトの加盟だけ。あれ、
あ、そう、紙で作られてるんですよ。ゆうきさんが趣味で作られてるんですか？そうそうそう、キャノンのホームページを印刷すると作れるんです。ああ、そうなんですか。本気で作るともうリアル。あれ、本気じゃないんですか？まあ、本気ですよ。いや、すごいです、あれ。もう絶対紙って聞くまで分かんなかったですからね。と、まあ、いろいろ面白い、八重瀬町の行きどころなっちゃんです。今日はゆきさん、ありがとうございました。じゃ、皆さん、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。